にちは、柴田です。今回はバニーのセミアコをレビューいたします。こちら RSA65 ですね。定価65,000円、非常にお手頃価格なセミアコになっております。僕はバーニーファンなのでね、一度ねこのねバーニーのセミアコ引いてみたいなというところで千葉管楽器からお借りしてまいりました。今中古で 42,800円、エピフォンの335とかよりもお安めな感じですね。仕様はエピフォンと全然違くて、ネック、ボディともにメイプルなんですよ。メイプルというとね、重いというイメージがあるかもしれませんが、これね、くり抜かれてるんでね、セミアコ。重量は 3.7 ぐらいです。なので、そんな重いなっていう感じはしないですね。メイプルのね、このね、硬さが、いい方向に出てるんじゃないかなと。生音も綺麗ですよね。ここしっかりまとまってるというか、生音だけでもね箱鳴り感をね感じれますから、これね普通にアンプで鳴らすとよりこう箱鳴り感が出るんじゃないかなというふうな期待がございます。で、後ほどねこのレスポールとのね鳴らし比べなんかもねちょっとやってみようかなと思うんですけれども、フェルナンデスで育った我々世代がですね、セミアコに興味を示し始めている年でもあって、割とね僕の周りもセミアコ最近欲しいなっていう人ね多いんですよ。まあそんな中でね、エピフォンが一番こう手に入れやすい感じの価格帯だと思うんですけど、ちょっとバーニーもねぜひ候補に入れていただきたいなというところで今回鳴らしていきたいと思います。ピックアップは FVH-2002、 これはですねこのシリーズ RLC とか RLP にも乗っかっていたようなピックアップですね。まあ、FVH の印象としてはね、めちゃめちゃパワーが強いとかっていうのはなくて、まあ、あまり邪魔をしないようなピックアップ、オーソドックスな感じですかね。ではリアからいきます。まあ、癖なくさっぱりしてる感じですかね。出力が強いわけではないですね。フロント、リア、割とこうしっとりした感じというか、エアー感はあるけどそんなに膨らみすぎてなくて、割とシャープな感じなんで、まあこの辺がねメイプルの特徴が出てるんですかね。ネックがまあまあ太いんでね、もっとねこう図太い系かなと思ったら割とそうでもないですね。でドライブかけます。してみましょうかね。これでフロントですからね、リア。で歪ませます。ギューッとされてるというか、まあ、レスポールらしいサウンド、まあ、レスポールとの、ね、違いも面白いんじゃないかと思います。まあ、エピフォンと比べると335よりは、ね、シャープな感じがしますね。もっとあっちの方がこうローがふっくらしてるというか、339よりはふっくらしてる、まあ、だ間ぐらいですかね、335と339の。まあ、今ねセミアコを考えの方は、まあ、エピフォンを視野に入れつつもちょっとねバーニーもねぜひぜひね試奏してみていただきたいなというところでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。